こんにちは。今日の切り抜きニュースは。ただまず一つ早急にお願いしたのはやっぱり従業員のこれもう雇用契約書をお渡ししましたので、従業員からの LINE とかあと Twitter とかブロックをされちゃうので、何らかちょっと大津さんなり豊田先生が従業員とかあと債権者の窓口の電話番号をちょっとなんか公開とかしていただけないですかね。連絡先は基本公開はされてるんです。じゃあもう豊田先生のところでいいですか、従業員の方からいいですかというか、あの、まあ、来たものはとりあえず受けてはしまいますけれども、うん、ちょっともう内容次第なんです。それはあの対応するかどうかは、はい、あのね、可能であれば大津さん宛てか、まあ、場合によっては私宛てにやっぱり、ね、あのなんかファックスか、なんかね、郵便かでね、欲しいですね。単純に大津さんがその電話番号と公表せずに全部メールで、あとなんか全然関係のないというかよくわからない人が電話してるようなんですよね。その大津さんじゃないなんか、うん、なんか岩井さんっていう人とか、なんか事務局とか一緒で、でホームページもそもそも政治家女子法廷との本当のホームページかどうかわからないものをやってるわけですよ。あれしかないです。ここに問い合わせはメールしてくださいって送ってるんですけど、うん、そもそもそれが神聖なる政治家女子法廷との大津さんが代表のものかっていうのもわからないもん状況で、うん、まあ、だからそうですね、表示上はちょっとわかりにくいです、ね、でしかもそこに今あの多くの方がやっぱりその前任者というかその前にいた黒川君がもう住所のところにですね、まあ、暴力団の人間をまあ外線生かしてるっていうのはもう皆さんそう思っちゃってるわけですよ。だから問い合わせるのが怖いっていうのはあるんですけど、まあ一方でお給料どうなってる、貸したお金どうなるっていうことについてはやっぱり僕に聞かれてももうどうしようもできないので、豊田先生の番号教えていいんだったらそれを僕はかかっていたやつは教えていくし、全然構いません、はい、じゃあもうそれで、はい、だから公開してますんで、うん、分かりました。はい、でもできればファックスがいいです。いやそれはもうそんなの最近ファックス使わないからな。いやファックスとかじゃなくてみんな怒ってるんですよこれ、うん、だから金返せって言ってるのに、うん、何の連絡もないっていう状態に対して怒ってるんですよ、うん、ここにいる人たちほとんど債権者ですよ、うん、党の職員とかが給料もらえないとか党にお金を貸してる、でそれが4月から放置されていて、特に4、5、6なんて何もしてなかったわけですよね。急に私ですとかって言い出したわけですよ。で書いてますけど3月29日に辞めますってはっきりみんなの前で言って、でそれで辞めますって言ったから返金してくれっていうのを止めた人までまたじゃあどうしたらいいのって、その怒りをどうぶつけていいのかっていうレベルなんですよ。その債権者の怒りってファックスにしてくださいって舐めてんのかこらって話なんですよ。俺の金使いしてくれんねんっていう話なんですよ。だから大津さんは怖がって自分の電話番号も出さないし、聞いても回答しないわけですよ。給料いつか払ってくれるんですか、いつ返金してくれるんですか。だからそこについてはさすがにファックスとかじゃなくて一度債権者の声を聞いていただくのは大事だと思いますよ。やっぱりね、はい、あの先ほど その立花さんがそもそも借りたんですよねと、あの貸してくれと言って政党で借りたんですよねと。ただそれは代表者を尋ねると立花さんが今の話をするのはやはり筋違いだと感じます。僕もだから別に債権者はいいんですよ。債権者は党に貸したのに返してくれないっていうのはいい。だから僕今債権者の立場で喋ってるわけじゃないですか、うん、いやだからなんで立花さんが債権者の立場になるんですか。それだってそうじゃないですか、道徳責任があるじゃないですか。僕が代表の時に借りて、あいや立花さんの意見をじゃあ私債権者の、200人の代理人としてじゃあ認めますよ、その通りですよ債権者の意思は。今立花さんがおっしゃった通り、うん、だって僕は代表者が斉藤君に変われば3月29日に変わればお金返してくださいっていう人がいなくなってこの党の破綻状態が解消されますよと説明して大津さんもご納得いただいたんですね。なのにその後黒川なる人物がですね何かを言ってですね、でそれを覆したわけですよね。それに対して債権者怒ってるわけですよ。まあ怒ってるか不安を感じてるわけですよ。今までは我々も大津さんの代表権を争って彼女が代表者でないという前提でこの帳簿も渡さずに来ました。で債権者からの問い合わせ等に対するいろんな事務については立花さん中心に対応してきましたけれども、この帳簿を渡すっていうことは第一審の判決が出るまで少なくとも大津さんを仮の代表者として我々もある程度は認めて動かざるを得ない。だから今回この帳簿も一旦お預けお渡しして
大津さん、添田先生がもう党の代表者側としてきちんと対応していただかなきゃいけない。だからそれ以降の責任、当然今立花さんおっしゃってる通り、従業員の給与、支払うべき払うべき税金等ですね、払っていただかなきゃいけないし、民事再生だってこれから党の代表者として適切に対応いただかないと再生法上の犯罪になってくるので、そういう責任が強くのしかかってるっていうことをぜひ大津さんはちゃんと理解していただきたいんです。それを先生からもちゃんと説明していただきたいんですよね。もう今までとはもうレベルの違う責任がかかってくるんだということをよく分かってほしい。まあしかも私はここに来て帳簿を閲覧することについてはずっと OK してますからね。4月の最初の時だけはさすがにちょっと感情がありましたから、もうここに入れないと言いましたけども、もう少なくとも5月や6月の段階でね、青汁王子のところに行ってっていう時にはどうぞ帳簿を見に来てくださいと明確に公表していますから、今回の和解の時だって別にご覧いただくのはいつでも構いません、むしろ早く進めてくださいということをずっとお願いしてるじゃないですか。だから不正を見つけるのは別にゆっくりやってください、別に1年でも2年でもかけてやってもらえばいいんですけど、さすがに裁判になってるやつについてはちょっと急ぎで対応していただきたいというのがお願いです。もうそれはお願いでしかないので、はいはい、早くここで時間使ってるのもこれ直ちに持って帰っていただいて精査していただくっていうのが、はい、トヨタ弁護士は債権者のことなど眼中にないようです。しかしトヨタ弁護士から大津彩香に説明してもらうしかないです。理解する能力がないのでかなり心配です。それではご視聴ありがとうございました。多くの国民が NHK に受信料を支払わないことによって NHK を